おい、のび太の海底を庭まる、ドラえもんやのび太たちが、海底を地底人と共に冒険するストーリー。作中にはショベルバギーが登場し、最後には自分を犠牲にしてみんなを、助ける姿に流される。4位、のび太の宝島、宝島を見つけるために、太平洋上を冒険するストーリー。ラストのシーンでドラえもんが自分を犠牲に、みんなを救おうとして気を失ってしまう。そこへのび太が必死に助け出すシーンに、泣かされる。3位、のび太の恐竜2006、のび太が恐竜の卵を拾い、育てることからストーリーは始まっていく。育てた恐竜のピスケとのび太の絆、そしてラストの別れのシーンに感動してしまう。2. 新のび太の日本誕生、過去の大陸に家出することからストーリーは始まる。そこで出会った人々との友情や絆、そしてのび太が動物たちを思う愛情に泣かされる。 1. 新のび太と鉄人兵団、地球に宇宙から鉄人兵団が侵略しに来るストーリー。ロボットのピッポとリルルがのび太たちと接する中で人間の優しさを知り、最後は自分たちを犠牲にして人間を守る姿に涙なしでは見ることができない。